ケロペン、ケロペン、ケロペン、お前何やってんだよ、お前何やってんだよ、ケロペン、ケロペン、いつまで生放送ばっかりやってるんだ、ケロペン、ケロペン、いつまで黒い砂漠を取り扱うんだ、ケロペン、ケロペン、そんな黒い砂漠はすごいゲームじゃねえぞ。それでゲームのトップ配信者と並べるわけねえぞ、ケロフェン。ケロフェン、俺はな、ケロフェンの編集技術はすごいと思う、ぶっちゃけ。ただ生放送向きの人では俺はないと思ってる。お前ちょこちょこ炎上するやん、バルキリーのこととか。都合悪いことはカットしてさ、綺麗に見せる、クリーンにした方がいいんじゃないの。チャンネル登録者だってさ、俺が取り上げてた時って1万6000人ぐらい見てたのに、今ってさ1万4000人まで落ちちゃってんよ。ケロフェン、これやばいと思うぜ。ちょっとずつちょっとずつあるけども、下がってきつつあるって俺的には良くないと思う、ケロフェン。ケロフェン、ケロフェン、ケロフェン。そこで俺、君に一つ言いたいことがあるんよ。一つ言いたいことがある。俺と一緒に黒い砂漠モバイルをやらないか。黒い砂漠モバイルをやらないか。ケロフェンと黒い砂漠のね、モバイル配信をね、一緒にやる。俺は結構やっぱ毒舌だから、クリーンには絶対見せられんけど、人を沸かす力はね、すごいあるよ。だからケロフェン、一緒に黒い砂漠モバイルの配信一緒にやろう。俺は一発やばいから。マジ一発やべえから。うん。だから、それに期待を込めて、一緒にやるか。そして、まあ黒い砂漠、まあ俺はすごい YouTube でね、オンになったっつうのもね、すごい自覚があるから。すごい自覚があるから。だからね、もう一回ぐらいモバイル、ちょっとやってもいいかなと思ってるし。それでね、ケロフェの数字がね、ちょっとでも上がるのであれば、俺はいいんじゃないかなと思ってるし。まあだからといって黒い砂漠に依存する気はないんだけど、まあまたね、ちょっとプレイできたらなとも思ってたし。だからケロフェン、一緒に生配信をやろう。プラスコラボでもいい。コラボ、そっちのチャンネルでなんか討論でも何でもいいよ。どうせ俺ケロフェンに勝てる自信あるから、トークで何でもいいよ。面白くなるだろうし、俺とケロフェンが話したら絶対面白くなるし。だからケロフェンを、ケロフェン、ケロフェン。それで数字を巻き返そう。そこでお前が優しいってどうせ見えるから、視聴者は、視聴者はな、お前のことを優しいと思うから。どうせ巻き返しは俺とのコラボだったら結構可能だよ。なんたって俺は黒い砂漠ではやっぱめちゃくちゃ嫌われてるから。だからな、ケロフェン、ケロフェン、連絡よこしてこい、ツイッターに。俺がお前を救ってやるよ。お前のチャンネル登録者数を元に戻せるのは俺ぐらいだぜ。待ってるよ、ケロフェン。はい、OK。